都市高圧空気供給とは、市内の工場、家庭での動力源や、郵便の配送を行うためのエネルギー源として、都市の中央に高圧空気の製造設備を作り、そこから各ユーザーまで配管を敷設し、高圧空気を供給するシステムである。19世紀後半頃から主にヨーロッパで構築された。パリ13区にあった圧縮空気の急工場をスタック車の圧縮空気。 製造設備都市の中央に圧縮空気庫を設置しそこから高圧空気を工場や各家にエネルギー源として供給するというアイデアは古くから提案されていた1800、またジュールベルヌの1863年頃の作品とされる20世紀のパリには100年後の1963年のパリの状況として パリ地下校舎が、モンリュージュの野原に設置された1853機の風車で50気圧の圧縮空気を供給し、これを利用して蒸気機関車の代わりに、煙の被害を出さない圧縮空気のエネルギーで動く機関車が、パリの大通りに付設された高架鉄道を走り回り、製紙工場、製粉工場、様々な工房や製作所にはパイプを通して圧縮空気が供給され、 動力源として使用されるという未来社会を描いている。19世紀当時、パリの街角には多くの街頭時計が設置されていた。しかしこれら時計の精度が悪いためそれぞれが異なる時刻を示しており、これらの時間表示の統一が大きな問題であった。そこで1870年オーストリア人騎士、ビクトル・ポップはサンファル通りに設置された中央の設備から書く。 外灯時計にパイプを配管し、中央の時計の時刻に合わせて1分ごとに、各時計に高圧空気のパルスを送って、すべての時計の分針を同時に進めることで、全外灯時計が表示する時刻を一致させるシステムを構築した。またポップは、後の都市圧縮空気車を設立し、パリ市で地下水道を経由して、各家庭や産業界に高圧空気の動力を供給するための機。 相関システムを構築した。同様なシステムは、イギリスのバーミンガム、ドイツのベルリン、ドレスデンやオフェンバッハアルゼンチンのブエノスアイレス等の都市でも施設された。パリでは1896年の時点で総延長5 0トルの基礎管が付設され、中央に置かれた出力2.2メガワットのコンプレッサーで5 5 0スカルの高圧空気を供給した。 各顧客の使用量はメーターで計測された。この高圧空気のエネルギーは、市内の自動車工場、塗装工場等の使用動力源であるとともに、市会のドリル、裁縫工場、印刷工場、パン工場の機械の動力源、さらには、タルズメ製ビールのポンプシステムとして使われた。また、1886年、JG ポブルにより、空気圧式エレベーターが発明され、 高級住宅街では、油圧式エレベーターに代わって普及し始め1910年時点で5800カ所に設置されていた。さらに、パリでは、プヌーと呼ばれた気相管を用いた手紙の配送システムを構築し1934年には136カ所のパリの全郵便局間が全長 450km の木、相管で結ばれ、数十分で手紙が 目的地に到着していた。このシステムは1984年まで稼働していた。電力会社との競合激化により、圧縮空気式標準時計の時代は1927年に終わったが、圧縮空気網はさらに成長を続け、スータックの圧縮空気網は全長4 3 5トルにも達した。パリ地下の圧縮空気システムは1994年に終焉を迎え、 13区のラガール菓子にあったスータックの工場は文化財に指定された。ありがとうございます。